はい、どうもこんばんは、まさひろです。キングダム七フラやっていきたいと思います。ですね、ちょっとご報告、これはちょっとね、実写でもしますけども、実はですねクリスマス、なんかいろいろこうしようと思ってたんですけども、私まさひろはね、ご結婚しましたということでちょっとね、非日常なことが起こったんで、ちょっとそれはね、報告させて いただきたいかなと思う感じで、はい、結婚しましたさらっていうことなのかわかんないですけどね。まあ、ということで、今回なんですけども、久々キングダム七フラって、ですね、撮りますね。ということで、メリークリスマスは言ってなかったんで、ちょっとね、日付も日付なんであれなんですけど、とりあえずメリークリスマスということで、今日はですね、ガシャやっていきたいと思います。ちょっとね、前置き長くなりましたけども、デイリーガシャはもちろんやりますけど、教会と美兵ですね。30日まで。出たらラッキーかなぐらいです。そこまでね。欲しいですよ。飛信隊なんで。もちろんそれは欲しいんで。引きたいですけども。なんといってもね。こればっかはね、運なんで。運要素が強いんで。どっちから行こうか。リミテッドから行く？から行きますか。とりあえず10連いきましょう。金ワンチャン、ワンチャンあるよ、まだある。なんかさ、5番目に出たら確定みたいななんかあればいいのよね。来い、黒、うわ、ないか、きついね。うわ、ないわ。あと単発でね、ちょ、前回単発でね、歓喜引きましたから。引いてないか。歓喜どうやって引いたっけ。10連け次か。うわ、エイセイ。もうマジ寒くなったね、本当に。もう外も。そんなのいいか。じゃあ、あと単発7回引きますか。いや、ないか。きついな、ここで当ててくれんと。6回か。損は損なんだよね、ぶっちゃけ。ここまで回しといてね。びっくりした、黒かと思った。ないか。ないね。ないのか。最近苦渋、使ったっちゃうな。年内最後ですからね、ガシャ引くのも。新春やっぱり新かなっていうところありますよね。星7新やっと。で、僕はね、前から言ってますけど、皆さんの塔はね、多分当たってたんですけど、次新でしょ。ないんか。ないね。ライドでもいいけどね。だってもう今後ライド出ることないでしょ。もう死んじゃったもんね。しても寒いね、本当に。家の中寒いってやばいよね。正直人生振り返って、結婚するとはね、思わなかったけど、これも人生なんでね何があるか本当分からんすよ。皆さんもいい人見つけてくださいとしか言えません。じゃあラストね、リミテッドラスト。半分までいって最後までいかんっていうのはね、もったいないけど、美兵強いらしいんですよね、実は。当たらず。美兵と教会だったらどっちがいいんだろう、どっちがいいんだろうって。もうこれ引くんですけどね。ちょっと教会見してもらおうか。ねえ、 HP 回復あるんか。身体に恩恵は何もないと。完全個人の力っすね。とりあえず9回引きますか。5回目これ9連いきます。金、うわ、しかも初手。いやー、これ副官の可能性あるぞ。
うわおえお前とかいらんって風紀とかこんなとこで風紀とかも今だけ流行ってないよ武将的にも。風紀とか知らんやろ。キングダム見てない人がいきなり風紀とか言ったら分からんもん。うわちょっと参ったねこれは。はいということでね、もう多分これ確実に撃沈してますね。諦めるんか、まあしょうがない。課金してもいいっていう手もあるけど、課金したらいける ?6165、50、100、150はいけるね、強化いけるね。ちなみにこっちはわ、これ美兵はいるね、やっぱり。これ美兵多分ね、海岸か鬼人かでどっちかでね、再販っていうか復刻で出そうな感じもするけどね、ぶっちゃけ。まあ、その時でもいいっちゃいいけど、よくねえか。欲しいは欲しい。今日も欲しかったし、実際。だって歓喜なんか30連ぐらいで来たもんね。もったいないはもったいないよね。30日まで。まあちょっとね、明日の結果次第と、あとどれぐらい石集められるかでまたちょっとね、ガシャ引こうか迷います。迷いますって考えます。30日でしょ?うん。なんか多分、50個はいけそう。なんか境界あと1セット分と、あと美兵かな。ちょこっと。やっていきたいかなと思ってますのでね、そちらの方もよろしくお願いいたします。でまたキングダム7フラでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。